言いましたね。億万長者合宿、それに参加したら、本当に1億円稼げるんですか億万長者になれるんですかだったらいくらでも参加費払いますよって話だったんですけども、うん、あの、私から言うのはね、あの、本当に億万長者になれるってことなんですよ。参加していただければね。ただ、参加して席に座ってぼーっとしちゃダメですよ。で少なくとも、私が自分のメディアを使って、あなたの商品を紹介するんで、だから準備しといてくださいねって。 っっってて言ったのに持ってこなないい人はももうううどうしようもないですだってその人の商品がないんだもん何を売れって言うんですかねで本当にこの億万長者になれるのかって聞いた人この人もね自分はこんな商品とこんなマーケットを持っていますこんな私でも稼げるんでしょうかみたいな方,方だったらまあ見つかることはできたかなと思いますしそうじゃなくてまっさらな状態でもまあ本当にね稼ぐためならいくらでもできるのかってことですよ いくらでも払うっていう言葉の裏腹に、いくらでもできるのかってことになってきます。ね。多く稼げるまで諦めずにできるのかってことが、やっぱり、こちらから、さら問いしたいところですね。で、ちなみに今に入ってきたニュースなんですけども、今、行くよ、くるよさんっていうのがいましたよね。関西のお笑い芸人だったと思いますけども、今、くるよさんがお亡くなりになったそうですね。今日ですね。え今日でしょえあ、ー、そうなんだ。 ちなみに、行代さんって方が2015年の5月28日に亡くなって、ちょうど9年後の今日、栗夫さんの訃報が入ったということなんですよね。で、今行代さん栗夫さん、私もね、テレビをよく見ていた時代によく出てくるのはこの人と思ったんだけども、いなくなっちゃったみたいですね。うん、あの、本当お悔やみを申し上げたいと思います。昭和の時代を盛り上げてくれた方が、こうやってね、 時代と共に去っていくのを見るのはちょっと切ない気持ちがありますけどもね、うん、高校生からの同級生同士だったみたいですね確か膵い臓がんす臓、うん、がんだったというふうに聞いてますね、はい、まあ寿命には本当人間の寿命には限りがありますしそれもそんなに長くありませんだから本当に稼げるのかどうかっていうふうにね、うん、疑う気持ちは分かりますけどもじゃああなたは本当に稼げる そういった、まあ、合宿とかに参加したことあるんですかってことをまた同時に聞きたいですね。結局、その合宿に参加したら稼げるんですかって聞かれて、インチキな講座でも稼げますよって言うしかないですよ、それは。そんなことがわからない時点で、多分この人に稼げる、まあそんなね、素養はなかったんじゃないかなと思いますけどもね。いってらっしゃい。